モデルプレスイコール2024年11月12日俳優の山田裕貴が11日自身がパーソナリティを務めるラジオ番組山田裕貴のオールナイトニッポン日本放送毎週月曜深夜1時に出演なにわ男子の藤原丈一郎がゲストで登場し山田と共演した TBS 系ドラマペンディングトレイン8時23分あすくんと2023 での裏話を明かした。写真、山田祐な何は藤原丈一郎、チキチキポーズのツーショット。山田裕希、ペンディングトレイン出演者への差し入れとはドラマ、ペンディングトレインで共演していた山田と藤原。山田が同作で、みんなの争いをやめようってするいいシーンがあった。俺、今でも思い出せるわ、と印象的な場面について語り出した。 すると藤原から、これね山田さんのすごいところですよ。と、撮影時の思い出話が、同シーンは大人数で争いとなる場面で、撮影は2回に分かれるというハードなもの。すると藤原は、スタッフさんから、山田さんから整体師さんの差し入れですって言われてと、山田から驚きの差し入れがあったと明かした。テントみたいになってて、そこに整体師さんが3人ぐらいいらっしゃって、 だからエキストラさんも出演者も皆そこで休憩中にマッサージ受けてという最高の状態でお芝居に臨めたと、山田の心遣いに驚きと感謝でいっぱいだったと口にした。これに山田は、いやいやと照れくさそうに口に、アクションの作品とかだとトレーナーさんと書いてくれたりする、ものの、同映画はアクション作品ではないが、中盤にアクションシーンが続くようになったため、みんな結構中盤で疲弊してきてんのに、 体またきつくなっちゃったら嫌だなと思ってと、自身を含め出演者全員の体調が気になったゆえの差し入れだったと振り返った。山田裕希、赤素栄治中川大使の差し入れに影響を与える。さらにその後、俳優の赤素栄治や中川大使も、生大師の差し入れをするようになったそうで俺がもしかして革命を起こしちゃったの、パイオニア。広がってるみたいで、と嬉しそうな声で口に。 また、藤原と二人で、同ドラマで共演していた赤祖が、山田から生体資産差し入れてもらったから俺も生体資産差し入れしようと思ったのではと推測すると、可愛い,い。と声を上げていた。